はい、どうもハルパパです。今日はですね、こちらこれね、今上の方で黄色くなっているクラン宝箱マックスまでね、何日ぐらいかかった、4日ぐらいかかったのかな、あれ月曜日からですから、月火水木4日間ですね。はい、あ、3日間か、水曜日の夜に出来上がった形なんですよね。はい、みんなでね一生懸命頑張りました。俺のトロフィー見てください、こちらの3406、かなりトロ下げして3クラウン狙いでね、ゴリゴリでいったんですよ。その結果みんなで頑張って、これさあね、今日はねこの宝箱からね一体何が出てくるのかをねちょっとね見ていきたいと思います。はい、まだね、まあ上位クランの方はね結構もう2日でね貯めちゃったよとかいろいろあると思うんですけれども、まだね開けてない方いっぱいいると思うんですよ。なので今日ね先にねこんなの入ってますっていうのをね見ていきたいと思います。はい、ちょっと待って、その前にこれ開けさせて。アンパイね、アンパイアンパイアンパイ、これたまにこういうのね来るみたいな、はい、来ないね、来ない、はい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 、わかりました、はい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 、わかりましたよ。ということで果たしてこっからウルトラレオは出てくるのか聞いてみよう。さあ来い。おっと、ゴールド高い、525枚のカードですからね。なるほど、アイスピーナイト、おー、ベリババー、おいしい、ウォンバー迫撃、お、最後、はい来い。え、こんな感じ、500枚でも美味しいよね。これ隔週でやってるイベントですからね。隔週だよね、確かね、毎週じゃないよね。なのでこれね2日か3日でこうクラン一斉にこうみんなでうわーってやればね、なんとかなるかなと。はい、こんな感じのカードが出ました。ウルトラレアはやっぱり出にくいのかな。はい、というわけでウルトラレアは出にくいから買いましょう。はい、ボーンあ、なんだ、ラバということでね、はい、ということでやっぱりねウルトラレアはウルトラレア宝箱から出るよっていうことですね。はいはい、というわけで、今からですねトロフィーを4000ちょいまで戻していきたいと思います。はい、というわけで今日は短いんですけどもね、クラン宝箱を開けてみたという動画でございました。皆さんもね頑張ってクラン宝箱を早めにね開けていきましょう。ご視聴あさっ